リスク覚悟で常に新しいことに挑戦するホンダ。4サイクルで2サイクルに勝つ。そのために楕円形ピストンという画期的なエンジンを開発するも、その革新性をレースで発揮することができず、1982年ついに2サイクルでレースに挑むことに。4サイクルしか作っていなかったホンダはどのような2サイクルを開発したのか。今週はホンダの柔軟な開発魂についてお届けします。ホンダは2サイクルのオートバイ作ってなかったから、その時までそうだよ。全くですか？作ってない。まあ一部作ってたけど、うん、そのモトクロスとかで、はいはい、モトクロスも競技車両だからね。でまあその煙が出たりするんで、うん、まあホンダはやらないと、うん、やってたのはレースにそれを使うっていうところで、まあある意味がっかりな人もいるし、うん、ね、そうですね、うん、4サイクルでやってほしかったなっていう、 っていうね、うん、でいよいよ2サイクルに交代出てきたら3気筒 3? うん、そう。え、レギュレーションで4までいいんじゃないの？そういうこと。あれ、また何やってんの？過去には6気筒のマシンを作るなど多気筒化がホンダのお家芸。しかしそのホンダが作ったエンジンは3気筒。高回転で4気筒に及ばない3気筒をなぜホンダは作ったのでしょうか？モトクロスでは彼らはチャンピオンまで待ってた。だからモトクロスのエンジンにはいる、うんうんうん、なんで2サイクルやるんだったらモトクロスのエンジン呼ぶ、うん、そういうことになりますね、うん、で NR、まあ、開発は続けるけどもうグランプリのトップエンドは無理だから、うん、まずは勝てる場合こう2サイクルで作ろうとなったんだよって言って、モトクロスのエンジンにはいやいいですけどロードレースやったことないですから、うんうん、でもお前ができることやれ、うん、よしだったら実績力があるのは中速なんだからって言って、じゃあ中速でつないでいく最高速が出ないロードレーサー作ろう。え、そうするとカーブで優位にしなきゃいけない、うん、で、お前が今モトクロスのやってるエンジンの技術でパワーと取ることを一番いいバランスどこだって、125からもうちょっと上、うん、っていうとまあ140、135は500割っていくと、じゃあそれは3キロなんだ、で170いくつかな単あたりになり、でしかも3気筒だったら普通横並べちゃうんだけど、それを V 型にしてこのエンジンはまるで2気筒、もっと言うと 500cc なんだけど250のオートバイの大きさになってる。その V 型にしたことで、そう、モトクロスで培った2サイクルの技術をロードレースに応用したホンダ。その柔軟な開発スタンスは3気筒というコーナリングに特化したマシンを生み出したのです。それではそのエンジンはどのような特徴があったのでしょうか。ロードレースって今のこうゆっくり上げるんだけど、ね、いきなりバーンって全開にしていうほど、あのいきなりパワーが出ない音足エンジンに、しかも音足エンジンにしてるんだよ。僕この後これ実際にシーズンが終わってから乗せてもらったんですね、うん、この後我々がそのワークスマシン事業を始めたんだけど、恐る恐るフレディ・スペンサーが乗ったあのケニー・ロバースと戦ったバイクだと思って乗ったらビューッとして、これなんかどっか足んないですかって全然あのフレディのバチバチのセッティングですよ。バーってウィリーもなかなかしない。へー、そんなに出ないんだ。そう、で怖くなるんだから、こうなビュン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 上がって通過速度どんどん速くなって、ペーンって前にはそのままいっちゃえグイーン、おータイヤをクリップするなっていう、乗りやすいし面白いじゃんこれっていう、へーというものになって、大勢のライダーにこれ巻いたんだけど、みんな上位だったね。まあいろんな人がいろんなイメージで見てるけど、僕らはまあそうやって現場を見て、なおかつ後で作った人たちの話聞くと、やっぱりホンダは違うなって思うじゃない。で実際にその技術をフィードバックした2サイクルのスーパースポーツをちゃんとホンダはその出してきて、またこれ走るんだめちゃくちゃレースで培った2サイクルの技術を市販車にフィードバック、走る実験室としての試行錯誤がバイクの進化の原動力となっているのです。次週は5気筒レーサー RC211V についてお届けします。お楽しみに。